巨大なお城ベスト5。歴史の細道、案内人の沙織です。日本には2万5000箇所以上のお城があったと言われています。山の上にある砦から江戸城のような幕府の政庁まで、その規模や役割は様々です。今回は巨大なお城ベスト5と題し、歴史の舞台になったお城の中からランキング形式で5つのお城を紹介していきます。第5位、どうしてここまで堅固豪華に、熊本城。西郷隆盛が、おいどんは官軍に負けたとじゃなか、清書庫に負けたとでごわすと嘆いた熊本城。要塞のような武者返しの石垣を前になすすべがありませんでした。現在の熊本城は慶長6年1601年頃から加藤清正によって築城が始まりました。大小の天守、矢倉49棟、矢倉門18棟、城門29箇所に本丸御殿などがある大城郭で、周囲は約 5.3 キロに及ぶ平山城です。九州の一大名に過ぎない加藤清正がどうしてここまでの大城郭を築いたのでしょうか。その秘密は本丸御殿にあるという話です。本丸御殿内にある将軍の間は、豊臣秀頼をかくまうために作られたという説があり、二条城や名古屋城の御殿と比べても遜色のない豪華な作りになっています。襖の取っ手には豊臣氏の家紋である五七の霧が刻まれていて、その周りには加藤家の家紋が五七の霧を守るかのように装飾されています。さらには外部へ通じる秘密通路があったという話もあるのです。大阪城で返事があった場合、豊臣秀頼を熊本城に迎え、江戸幕府と一戦交える覚悟があったと言われています。そのためか籠城戦への備えを徹底し、城内には120箇所の井戸があり、建物の壁にはかんぴょうを仕込み、天守と御殿の畳床には随器を使って非常食としています。加藤清正の豊臣氏への忠誠心が揺るぎないことは誰もが認めるところです。豊臣ファンの方々は石田三成と大人の付き合いをしてくれていたならばと思うことでしょう。本人も死に際には悟っていたでしょうが、好き嫌いで行動したがために不本意な結末を迎えてしまいました。もし江戸幕府が成立しなければ、日本において儒教教育が行われることはなく、現在の日本人の価値観もいい意味で全く別なものになっていたと思われます。石田三成を闇討ちしようとしたり、関ヶ原の合戦で危機として東軍に加わった福島正則たちと歩調を合わせていた加藤清正にも、その責任の一端があるのかもしれません。第4位、金のシャチホコが大阪城を睨む前線基地、名古屋城。現在の名古屋城は慶長17年1612年に尾張の国の統治と豊臣秀頼の大阪城に備える前線基地として徳川家康により築城されました。周囲は約 8.2 キロ、輪郭式、定格式説もありますの平城です。天下武神として進められ、加藤清正、福島正則、池田輝政などの西国大名20家が助役を命じられています。本丸は北西隅に大小の天守、その他の隅には隅櫓が設けられ、多門櫓で連結されていました。南側と東側にある門は防御力の高い枡形門で固め、北側には脱出時用の不明の門が設けられています。本丸の周りには二の丸、おふけ丸、西の丸を配置。これらのエリアも城門は枡形門でした。当初は清洲越しで移転させた城下町も含む総構えにする予定でしたが、先に大阪の陣で豊臣氏が滅亡したため総構えは設けられませんでした。名古屋城は
つまらない城だとよく言われます。姫路城のように迷路のような縄張りがなく、割と簡単に天守まで行くことができるからです。ただ姫路城と名古屋城は築城された時期に時代差があり、その間に合戦の仕方が変化していました。弓や槍の戦いから鉄砲や大砲を使った戦いに変貌を遂げ、姫路城のような細かい仕掛けは無意味になっていたのです。名古屋城の築城目的は、大阪城を攻める際に大軍を駐屯させる前線基地にすること。逆に豊臣方から攻め込まれた場合は、豊臣方の軍勢を食い止め、江戸からの援軍を待つ防御拠点にするという位置づけです。そのため迷路のような縄張りではなく、より広い城域を確保することが求められていたのです。高麗門と矢倉門を二重に組み合わせた枡形門の防御力は相当なもので、堀や馬出しとセットにすれば突破されることはないという時代状況でした。第3位、秀吉来るなら来い小田原城。難攻不落の名城はと聞かれた時、多くの方が思い浮かべるのは大阪城とこの小田原城ではないでしょうか。北条氏五代の居城であった小田原城、歴史教科書にも豊臣秀吉の天下統一は天正18年1590年の小田原征伐により達成されたと記述されていて、一般認知度の高いお城です。そんな小田原城ですが、1590年当時は現在のイメージとは異なり、石垣ではなく土塁と空堀の城でした。豊臣秀吉に開城するまでの間、何度も拡張工事を行っています。三代目の北条氏康の時、1561年永禄4年に上杉謙信、永禄12年1569年には武田信玄の侵攻を受け、小田原城は包囲されましたが、固い守りに攻めることができず撤退しています。この時の成功体験が後々豊臣秀吉への対応を誤ることにつながっていきます。北条氏は豊臣秀吉からたびたび臣従するように求められています。天下に対する野心もない北条氏、ここで臣従しておけば毛利氏や上杉氏のように豊臣政権下で徴用されていた可能性もあります。しかし北条氏政4代目、北条氏直5代目親子は、農民出身の豊臣秀吉へ臣従したくなかったのか、小田原城の堅固さを過信したのか、判断を誤ってしまいます。1590年、豊臣秀吉は大名官の私選を禁じる総武事令に違反したとして、北条氏討伐の軍勢を起こします。きっかけは群馬県にある名ぐるみ城という小さな城をめぐる真田昌幸とのいざこざでした。北条氏は豊臣軍の来襲に備え、それまでの城域の外側に総構えと呼ばれる外郭、北は城山陸上競技場、東は渋鳥川、南は相模湾、西は早川口を構築しました。城下町の外側にも空堀と土塁を築いて、総延長は9キロに及んでいます。当時の大阪城よりも一時的に大きな城郭となりました。北条氏の読みとしては、大軍になればなるほど兵糧の確保が困難になり、小田原城を包囲し続けることはできないというものでした。かつて上杉謙信と武田信玄もそれで撤退していて、豊臣軍20万もそうなるであろうと。しかし北条氏の読みは外れます。豊臣軍は海路を使って兵糧輸送を行い、守りが堅固な小田原城は包囲するだけに止めて攻撃を控え、関東各地にある北条氏の市場を攻略、推し城のみ未攻略。伊達政宗も豊臣秀吉に臣従して援軍のあては消滅。小田原城は無傷ではあるものの、豊臣軍による
石垣山城の一夜演出などもあり、俗に言う小田原評定の末、降伏するに至ります。北条氏政、北条氏輝、松田範秀、大道寺正成が責任を問われて切腹。北条氏直は徳川家康の娘婿であったため除名され、高野山での蟄居となっています。第2位、秀吉まさかのオウンゴールで豊臣氏滅亡。大阪城。豊臣秀吉が大阪城を築城した時、自ら徳川家康を案内したという話があります。そういうことがあったと家康が家臣に語ったとのことで、本当の話なのかは藪の中ですが、家康は秀吉と一緒に大阪城を見て回り、攻め落とすことは不可能ですと感想を語った。その上で、城攻めが得意な秀吉なら何か策があるのではと問いかけたそうです。すると秀吉は、大阪城を落とすには大軍で包囲し、堀を埋めることを条件に一度和議を結び、再び攻めれば落とせると上機嫌で語ったとのことです。大阪の陣ではこの話の通りになっているので、本当のことなら秀吉にとっては悔やんでも悔やみきれない話になります。豊臣氏の大阪城は天正11年1583年から慶長3年1598年にかけて4後期で築城された輪郭式の平城です。上町台地の発端、石山本願寺の跡地に黒田官兵衛を築城奉行として建設され、本丸を中心に堀を同心円状に配置しています。本来2期工事で終わる予定でしたが、小田原征伐の経験などを踏まえ、より防御力を高めるために追加工事を行い、周囲約12キロに及ぶ総構え、3期工事、北は淀川、東は大阪環状線、南は空堀通り、西は東横堀川と二の丸の外に大規模な馬出し、4期工事を設けています。なお、現在残っている石垣、櫓、門は大阪の陣後に江戸幕府により新たに築造されたもので、豊臣氏の大阪城は地下に埋没しています。このことは1959年の現地調査で発見された埋没している石垣と、1960年に発見された中池、大阪城普請を行った大工の家系の図面を照合して確認されました。第1位、風水に基づいた日本最大の城郭、江戸城。江戸城が現在に通じる近世城郭として整備されたのは、徳川家康が征夷大将軍になった慶長8年1603年以降に行われた工事によります。それ以前の江戸城は太田道灌が築いたごく小規模なものに過ぎず、東京駅のあたりまで海が迫っていました。城の近くに町というものはほぼ存在していなかったようです。その後、慶長期天下不信、元亡き天下不信、寛永期天下不信を経て、土塁の城から石垣の城へと変貌を遂げ、同時に町づくりも行われます。城域は段階的に拡大され、最終的には周囲約16キロに及び、総構えを持つ日本最大の城郭となりました。現在の外堀通りがほぼ江戸城の総構えです。江戸の町づくり、城づくりは神田山を切り崩した土砂で日比谷入り江を埋め立てることから始まりました。水堀の大部分は水上交通路としても活用できるようにして商業振興を図り、運河を作り、橋を架け、神田上水を作って井の頭池から導水も行いました。このようにして徳川家康から秀忠、家光と3代をかけ、全国の諸大名を動員し、江戸城と江戸の町が形成されたのです。完成した江戸城は本丸と西の丸が並立する架格式の平城で、天守、本丸御殿、二の丸御殿、西の丸御殿、
櫓46棟、縄文123箇所の幕府成長にふさわしい堂々たるものでした。水森はのの字を書いて螺旋状に広がっています。なお天守については三代目の天守が明暦3年1657年の大火によって焼失後、江戸領民の生活再建を優先するとの星名正幸幕府大老閣の方針により再建されず、本丸にある富士見櫓が天守代わりとされました。最後にこののの字型の水堀に触れて終わりにしようと思います。通常堀というものは本丸を囲むように設けられるものですが、江戸城に関しては堀が時計回りに渦を巻いて外へ拡張しています。これについては徳川家康のブレーンであった僧侶の天海が風水に基づいて助言したということです。江戸を京都大阪を超える巨大都市に発展させるためには、京都のような五番目状の町割りでは限界が来てしまう、無限に成長できるよう螺旋状にすべきであると。天海の言葉の通り、江戸の町は外側に向かって発展していきます。また堀は火災の延焼を食い止め、船の交通路となり敵の侵入を阻むという本来の目的も果たします。天海は他にもいろいろと手を打っていて、寛永寺、忍ばずの池、神田明神、比叡神社、増上寺などは風水的に江戸を守護していたとのことです。いかがでしたでしょうか。今回は巨大なお城ベスト5ということで、ランクインしたお城はすべて有名なお城でした。日本には数多くのお城があります。有名ではなくてもそんな出来事があったのかというお城が結構あります。これからもそんなお城を取り上げていきたいと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。